網。いやいいねこれ、映えますね。はい、見えますでしょうか、このおびただしい数のロープね。やばいなこれ、すげえ。どうなってんの、これ下まで降りるのかな。食パンにね、このねソーセージをね2本挟んでケチャップをかけるっていうね。はい、おはようございます。今日はね12月の10日の、朝の今7時ぐらいですかね。ちょっともう日が出るのがねだいぶ遅くなってきて、今ようやくねこう数分で明るくなってきたといったところでございます。はい、というわけでね、今ね私はねここまあ分かんないね、全く分かるものがないな。西湖、富士五湖の西湖ですね、のほとりにある、癒しの里ね場という場所ですね。まだねやってないんですけど、駐車場がねこちらで、使わせていただけるということで、広い、ね、駐車場あるんですけど、登山者はねこちらのね、この奥にあるね、芝生のところを使ってくださいという指定がありますのでご注意ください。一応ね最古のホトリウムに駐車場っていうのがあるんですけど、なんか狭くて多分ずっとね登山者だと止めっぱなしになって、まあ、迷惑だっていうのもあって、登山者は、こちらのね癒しの里年場の芝生ゾーンに止めるようにということなので、ぜひねモラルある利用をお願いいたします。今日ね登っていくお山、どれなんだろうな、あの辺りかな、あそこらへんですかね、窃盗ヶ岳、十二ヶ岳、この辺りをですね、登っていきたいと思います。まあ後々ねなんで前選んだかとかその辺りもね、説明していきたいと思います。マイナス2度なんでねめっちゃ寒いんですけど、さっさとね歩き出して体食べたいと思います。じゃあ行ってきます。はい、というわけでね重曹なんでねちょっとね、出発地点とあの下山地点ですね、これがちょっとずれるんでね、まずはね下道を歩きつつ体を温めつつという感じなんですけど、いやすごくないですかこれ、最高からの富士山ね、まだ完全にちょっと積もりきってないですけど雪が、めっちゃ景色、なんつんだっけあれ、けあらしなんだっけあのなんか湯気が出てますね。はい、素晴らしい景色をねお届けしております。最高、おー寒い、いやいいねこれ、映えますね。はい、というわけで、ね、ここねまっすぐね行って、30分ぐらい歩いたところここにね反対側の登山口があるんで、そっちから歩いてさっきの駐車場のところに降りていくというねルーティングで、帰りはね楽々、行きはちょっと大変みたいなルーティングになっております。はい、というわけでね最後後半の道路ね向こう側からずーっと歩いてきて30分ぐらい歩いてきたところですね。こちら、川があってねもう枯れてるけど、ここにねまあ、キャンプ場はちょっと大きなキャンプ場が何個か出てくるんですけど、このね、西湖温泉、ここのが目印ですね。ここから登山口ですね。これ、読み方がね、難しいんですけど、クワドベオって書いて、クワルビの登山口を、入っていきます。ここからね、行く感じ。なんかね、もっとね、先の方から、もっと西湖の反対側から行くっていう方法もあるんですけど、そっちからとこの、けなし山ぐるっと回っていく感じ。になるんですけど、はい、ということでね、こっちねもうすぐですよ、すぐ分岐ですよ、もうすぐ登山道なんで分かりやすい、ね、ちょっとなんかもう結構ねゴツゴツのなんか岩っぽい道らしいんで、斜面がね今日はねトレッキングポールなしで、挑みたいと思います。いやー、はい、というわけでねなんかね最後のね、西側じゃないや、東の端からね登って西の端に降りてくるっていうルーティングもあるんですけど、今回ちょっと、ね、時間がね あんまかけたくないよってことで、その途中からね登ってくるルートに、してみました。ということでね最後のね中央部ですねのところから、十二ヶ岳直接向かって、ちょっとね窃盗ヶ岳とか鬼ヶ岳とか回って降りていくというルートで、行ってみます。あーもうちょっとでね富士山、今ちょっとてっぺんしか見えないんですけどね、いい景色の富士山が見えるかなと思います。こっちだよね多分ね、十二ヶ岳、あ、通学路って書いてある、すげえな通学路はさすがに険しくないんで、はい、学校行くんならこっち通るよって、あ、でもすぐ、そうですね、まああのね下の道ね、ここあの車ビンビン
行き交ってるんでね、危ないったら危ないっすよね。はい、というわけでこの道からね登っていきたいと思います。いや、はい、文化道、はい、まだね登山口入って15分20分ぐらいかな。こっちからね文化道トンネルか文化ボラトンネルか分かんないけど、そっち方面にね降りていく道ですね。はい、まあ我々ねこのまま登っていきますんで、こんな感じですね。いや、もうここねまだねなだらかなんですけど、結構ね急な斜面が、続いてますね。そんな感じで、もうでも落ち葉もねあんまないし、登りやすいっちゃ登りやすいかな、急なだけでね。で標高はね12ヶ岳1680何メートル、ですね。最高湖畔がね900、50とか60とかそんな感じだったかな、だったんで、まあ、700メートルぐらいは一気に登る感じに、なっております。はい、というわけでね、まあ、富士山が綺麗に見えるんじゃないかな今日はね。前回のね龍ヶ岳とかはね非常に残念な仕上がりだったんですけど、今回はね素晴らしい、富士山の絶景をお届けすることが、できるんではないかと、思っております。はい、でね十二ヶ岳、完全にね私ねノーマークというかどこやねんっていう話だったんですけど、あれですね、またね今回もね他の YouTuber さんのね、動画で紹介されてたんで、もうてかねぶっちゃけアドチャンネルさんがね12月に登る山、登りたい山ベスト5の中に入ってたんですよ。こんなって言っちゃいけないけど、このねちょっと、ま、多分マイナーだと思うんですけど、ね、山がね入ってたんで、これは言っとくべきだろうということでね、まあ、家からもそんな遠くないですしね、というわけで今日は来ております。はい、こんな感じでね、いや、いいですね道は。なんかね山頂の方は結構ねゴツゴツしてるらしいんで、さっきも言ったかなそれ、そんな感じなんで、まあ、今のうちはねこんなゆるいハイキング的な登山をね楽しんでいきたいなと思っております。じゃあ行ってきます。はい、まだね全然ね12ヶ岳の手前です。登り始めて登山口から30分ぐらいかな、のとこですね。でね、だいぶね、まあ、あの急登もあってね体が温まってきたんでね、まあ、一応ね念のために気温見ようかなと思って見たら今9度ぐらいありましたね。ね、さっきねスタート時点癒しの里年場の、車の中でね、温度計がね表示がマイナス2度だったんで、たかだか1時間でね11度ぐらい気温が上がってというところで、まあ、多分ねあのね湖畔でめっちゃ寒いんですよ、風が冷たくて、それもあるんで、まあ、そこからねちょっと今湖から離れてるというところもあって少し暖かいのかな、まあ、日も出てきましたしね、っていうことなんでね、まあ湖畔のキャンプ場は寒いということで、冬はね覚えておいていただければと思います。はい、そんな感じですね、登っていきましょう。はい、今ね十二ヶ岳の山頂直下ですね、100メートルぐらいところかな、こんな感じでね、あー素晴らしいね、あそこが富士のいわゆる樹海っすね。でほらちょっと富士山いい、非常にいいね、あれが浅間山なのかな、じゃあな、あっち側ね、そこら辺にね三つ棘山も見えますね。そんな感じでね、あそこの向こうに見えるのが多分ね南アルプスだと思うんですよね。標高が高いからあそこで雪傷持ってる。はい、そんな感じでね非常に、なんて言うんですかね、まああの素晴らしい景色ですね。でね、道がね結構険しい、やっぱりさっきも言いましたけど、あの山頂付近は岩がゴロゴロしてるってこと、しかもねロープがねあの何本か垂れてるらしいんですけど、まあ多分あのいろんな、なんていうの、何回も何回もこう、一本のロープじゃなくて、切れかけてはもう一本垂らしてみたいな感じ。なんで、なんか、登ってったら、降りてった時に多分結構わかると思うんですけど、降りてったら、その先がなくなってたとかね、そういうことがなんか、あるらしいですよ。もう網だくじみたいな感じでね。はい、というわけで、まあ、無事にね、まあ、まだ山頂じゃないけど、まだこの先もしばらくね、こんな感じ続くと思いますけど。はい、ほらどうだ。うわ、素晴らしい。あれが最高ね。でね、あっち側に、ね、河口湖も見えました、左側に。まあ、今は見えないな。いや、富士山綺麗。これは寒ね。いや、さっきの最高もいいんだけど、これも寒ね、候補。はい。
素晴らしいですね。いや、この景色いいですね。ちょっと何回も。あれですね。銭湯の壁の景色ですね。まさにね。こんな感じですよ。富士山といえば。はい。という感じで、行きたいと思います。結構痩せ尾根なんでね。いや、素晴らしいわ。気をつけていきましょう。はい。はしごも出てきましたね。結構、本格的ですね。あ、でもちゃんと固定されていくか大丈夫だ。あ、滑りのこと。はい。いや、険しいじゃない、なかなかに。ね、砂がね、砂と小石のザレた感じなんで、急斜面だとまあまあ滑りますね。ちゃんとロープがあるんでね、ロープを掴みながら、登れて、てかれた方がいいと思うんですけど、ロープがね、まだね、道をなんとしてこう、横切るようにね、引いてあるんで、時折こう、ロープをくぐりながらね、登っていく感じで、なんていう、なんなんですかね、サーカスみたいな感じですかね。よくわかんない例えだけど。はい。まあ、本当に気をつけて登ってください。景色に見劣れすぎるとね、やばいのでね。はい。おっと！あ、しかもめっちゃ緩いな、このロープ。そういうこともありますね。ああ、やばい。よいしょ。木とかの方がいいかもね、下手。ちゃんと捕まるなら。木とかね。うん。おぉ、すげえな。ここすげえな。うお、えぇ。よいしょ。よいしょ。あ、リュックに引っかかる。よいしょ。よいしょ。あ、よいしょ。きついな、これ。しかも、え、で、持っていかれる。はい。という感じですね。あ、はい、急登をね、越えて、急登つく崖よな。越えてね。分岐まで来ました。これね、今ね、右側の、なんか看板取れちゃってますけど、右側行くと、木梨山。ね。まあ、木梨山というか、なんかこの辺り二つあるらしくてね。低い方の木梨山ですね。十二ヶ岳山系の木梨山が右側方面にあるそうな、ないような、みたいな感じ。はい、あ。で、クワルビね、こっちから降りてきま、はあ、登ってきました。で、十二ヶ岳は、あっち。ああ、疲れた。いや、心拍数は爆上がりっすよ、もう。汗がびちょびちょです。もう、上をね、上着、朝、出てくるときなんか上着着たって寒かったのに。今はもう暑くて暑くて。びっちょびちょですよ。なんでね、今、上着は脱いでます。あ、こっちか。まあ、どっちも行けるか。あ、こっちにあったね、道がね、分岐がね。え、これ分岐なの？よくわかんないけど。分岐じゃなくね、これ。あ、分岐じゃないね。やっぱり、そこだね。そっから行く感じですね。はい。で、ここまで、こっからは、十二ヶ岳に向けて、まあ、ちょっとした重走ですね。100メートルぐらいあるそうです。まあ、のんびり行きましょう。はい。というわけでね、ちょっと歩いたところに現れました。山頂標柱。十二ヶ岳。いやー、登り始めて大体2時間ぐらいですかね。あ、登り始めてじゃないか。歩き始めて、登り始めて1時間ぐらい。はい。十二ヶ岳、はい、からの富士山が見えるってことですね。はい、十二ヶ岳、おお、いい、山梨百名山、そして富士山も見えます。はい、十二ヶ岳山梨百名山登頂しました。いやー、景色いい。西湖が見えてね、富士山もバッチリですね。やっぱ浅間山だよな、多分な、と思います。あの位置感、距離感、いや、もしかしたらあっちか、いや、でもそうだな、向き的には浅間山かな、わかんないけど、ちょっと自信はない。そんな感じです。いや、素晴らしい。疲れた。あ、おみかんがお供えされてるね。最近置いたんだね。山頂はね、こんな感じで祠がいくつかね、ありますね。祀られてますね。十二ヶ岳1683メートルね。はい。まあ、ほんと山頂そんな広くないんでね。サクッと。っていう感じですかね。まあ、景色がいいんで、景色だけ撮ってね。サクッと進みたいと思います。はい。というわけでね。素晴らしい富士山をお届けしております。いやー、富士山と松が生えますね。松じゃねえか、これ。松じゃないけど。木枯れとるしな。松じゃないね。生えますね。さあ、じゃあ。十二ヶ岳来たばっかですけどね、やることもないんで、
さっさとね次に急ぎたいと思います。はい、見えますでしょうか、このおびただしい風のロープね。やばいなこれ、すげえ。え、どうなってんのこれ、下まで降りんのかな。下まで降りようってこと。ちょっと待って、スカイさんね結構垂直な崖登ったんですけど、それに近いですね。ちょっと待ってね、怖えなこれ。しかもなんかどれかが途中で切れてるとかいう、なんか網だくじ的なやつらしいよ。網だくじって。やばいやばい、ちょっとガン詰めしないでよ。ガン詰めゼロ距離タックルしないでよ。ちょっと待ってよ。うわ、ちょっとこれやばいわ、ほら。これ確信ですよ。うわ、すげえ。結構やばいよ、これ。スカイさんより、ちょっとだから来ないでって。大丈夫じゃねえよ。あ、そう。危ないじゃん。ん？おー、ここどうしようね。こうか。よいしょ。おー。これは確信ですね、このとこ。すげえ痛いんだけど、石が当たって。小石が。なるほど。こう降りるか。いて。よいしょ。うわ、うぅ。はい。というわけで、あ、まだだな。まだここで、飛んで着地してグキってなるパターンだね。はい。ああ、無事にね、降りてきましたよ。おほう。こんな感じ。ああ、もうこう見るとそんなないか。結構やばいね。こっちが来た方がいいかも。そこら辺まだ岩だから、こっち側に。はい、ということでね、降り切ったらこんな感じですね。いや、これにもね、ポロポロね、ロープがあるんでね、まあ、ここ、いけんのかなって思っちゃいますよね。もう、綺麗なね、ロープの方から、こっち側からね、反対側から来る方はね、降りるときはまあ、あっちからしか来ないから、わかるんですけど、登るときは気をつけてください。はい、ということで、登り返しもね、待ってますよ、ここに。なんだよな。はい、そんな感じですね。いやー、まさかの試練ですよ。今、鬼ヶ岳じゃねえ、次の山ね、金山っていうところのね、手前なんですけど、金山だか金山だか。ここはね、崖なんすわ。だからこれはね、岩を越えるのが、正解なんですけど、岩、怖っ。ちょっと待って。ダジャレみたいになっちゃった。岩。よいしょ。え？ああ、無理。こっからやっぱ乗り越えていくしかない。岩を越えましょうということでね。ここ無理でしょ？こっち無理でしょ？だからやっぱりね、岩を越えるのが正解なんです。気をつけて、お渡りください。いや、意外に低山とはいえ、舐めらんない道が続きますね。いや、下手な。ねえ、整備されたアルプスよりやばいっすよ、この道のが。そんな感じがしますね。潮見岳とかの平坦な道が続く感じと比べたら、重走路も結構緊張感ありますよ、この足場もざれてるんでね。ああ、よいしょ。はい、こんな感じですね。さあ、気をつけて参りましょう。まあ、30分とか言ってるんでね、さっきの十二ヶ岳から、この金山っていうところまで30分なんで、まあ、もうそろそろね、つくかな。そこら辺にこんもりした山が、ところが見えたんで、それがね、山頂かなと思います。でね、そっから、あっちの左側にですね、二つコブみたいなのが見えてると思うんですけど、あれがね、最後の目的地ですね。鬼ヶ岳と、雪洞ヶ岳ですね。はい。そっちの方にね、行くんですけど、その前にね、金山、寄って、金山からね、雪洞ヶ岳、なんかね、漢字が違うんですけどね、多分文字読み方は一緒なんですよ。雪洞ヶ岳っていう、ところがあって、そっちのね、最初に行く方は、伏見に刀と書いて雪洞ヶ岳なんですけど、後に行く方は雪に頭と書いて雪洞ヶ岳なんですよね。いや、多分ね、最初はね、雪洞ヶ岳ってみんなが言ってて、あ、これが雪洞ヶ岳なのかなみたいな感じでね、どっちかの山を言い出して、あれ？あ、でもこっちも雪洞ヶ岳なんじゃん。え、どうしようみたいになって、まあ、両方とも雪洞ヶ岳で漢字変えればいいんじゃねみたいな感じなのかなと、思いますね。まあ、例えるならね、ももクロでね、しおりんがね、みんなの妹って言われてたんですけど、途中でね、もっとね、年下のね、アーリンが。はい、山頂直前ですね。もうちょっとで金山。ここ登り切ったら金山ですね。
で、一応にこっちに細い道がね、あります。ペンション村に行くね、セット畑。こっちね、まずこっちの、富士刀の方にね、セット畑に行きたいと思います。いやー。なんかさっきとね、打って変わって結構、あれですよ、穏やかな道になってきましたよ。気持ちいい感じですね。さっきのは修行だとしたらこっちはハイキングですね。はい。こんな感じで登っていきたいと思います。あっち。はい。金山山頂1686ですね。メートル。はい。登頂しました。誰かがね、老眼鏡忘れてますね。セットヶ岳はあちら。往復30分ぐらいかな。あそこに見えますね。山頂がね。で、左にね、こっち側に降りていくと、進んでいくと、あそこにね、鬼ヶ岳が見えるというわけで、まずね、ここにから、また戻ってくるんですけど、まずこの、伏刀の窃盗ヶ岳、行ってみたいと思います。これで戻ってきたらご飯食べる？日当たりいいし。いや、どっちもいいけど。はい。なんかね、これから急に山陽変わりましたね。なんか穏やかですよ、すごい。はい、窃盗ヶ岳山頂直前にね、分岐があります。こっち降りると押し峠。左行くと窃盗ヶ岳。ね。窃盗ヶ岳はね、こっから5分。まあ、近いっすよね。もう見えましたかね、山頂ね、普通にすぐそばの感じで。まあ、5分っていう、出るけどみたいな。ほんとすぐそこなんでしょうね。はい。いや、穏やかな山になってきましたよ、急に。ね、ロープのロの字もないね。素晴らしい、里山といった感じで。まあ、稜線乗ったからでしょうけどね、非常にいいですね。はい。じゃあこんな感じでね、しくしくとね、行きましょうね。はい。はい。というわけで、セット畑の山頂ね、こんな感じですね。この山頂だけね、なんか、あれですね、枯れない木が立ってるおかげで、これだけね、この時期に来ると、ぴょこっと木が生えてるように見えますね。波平さんの頭みたいな感じですわ。というわけで、いや素晴らしい。あっちにね、アルプスが見えるでしょ。あれは何ですか？気持ちいいみたいな。というわけでね、まあまあまあ、北岳とかかな。あっちが、いやでも違うな。もっと南の方だねあれね。ね、あっちが南だと思うんですよ、左向きが。だから、右側の方にね、ハイコマとか千畳があって、北岳愛のってあって潮見とかかな。もうすげえ雪乗ってますね。鉄かぶとね、あと肘とか荒川岳とか。いやー素晴らしい。ここもね、必ず富士山をね一緒に撮れるように標柱が立ってますね。やっぱり分かってますね、山梨百名山。はい、窃盗ヶ岳素晴らしい山頂ですね。こっち側もいいですよ。あそこにね、ちょっとね、見えるのが、多分ね、アリニアク名山の、なんだっけ、三峠山かな？山頂にね、見えますね。こっち側に行く道もね、あるんですけど、ね、こんな感じですね。川口湖はあそこですね。いや、ここ景色いいな。素晴らしいですね。はい。という感じでございます。はい、ということでね、今ね、10時15分ぐらいですかね。金山のね、山頂まで戻ってきました。ちょうどね、ここにね、いい感じのベンチ的な木があるんでね、富士山がね、見える素晴らしいこの景色をバックにですね、バックって言わねえか、背負いながらね、はい、こっち向きのがね、眩しくなくていいですね。お昼ご飯をいただいていきたいと思います。まずはね、おにぎり、おにぎりは醤油、さあ行きましょう。いや疲れた。食パンにね、このね、ソーセージをね、2本挟んでケチャップをかけるっていうね、簡易的な、なんだろう、ホットドッグ。ホットドッグでもないけど、全然ホットじゃないんでね、食べてます。ね、欧米的なスタイルですね。うん、うまい。ソーセージがうまい。はい、いや今日はあったかいですね。というわけでね、ご飯を食べまして、体もね、あったまったところで、またね、今、こっち、鬼ヶ岳方面、金山からね、鬼ヶ岳方面に住んでおります。はい。ここね、だいたい30分ぐらいかな。フォースタイムで。30分で、鬼ヶ岳着いて、
鬼ヶ岳から7分で雪頭雪頭ヶ岳ねに着いて、そっからね、2時間弱で駐車場のところまでね降りるそうなんで、そんな感じですね。まあもうね11時ぐらい11時まあまだ行ってないか、10時半とかなんで、まあそれを考えるとまあ昼過ぎぐらいには降りられっかなーって感じですね。まあ遅いとね、また中央道がね上り方面混むんで、まあこんぐらいの時間に帰れるのはねありっちゃありですね。さあというわけで向かいましょう。はい、というわけでね、パッと鬼ヶ岳山頂ですね。わあ、ここ景色いいわ。ああいいや。あれ、あそこが八ヶ岳だな。あんまりまだ雪積もってないね、八ヶ岳。貝駒かな。で北岳か、あのあたり北岳、あいの岳だね。あれが潮見かな。だから悪沢とかだね。素晴らしい景色ですよ、鬼ヶ岳。うわ素晴らしい鬼ヶ岳、登頂しました。盛り上がってんね。あれどっち行った、まだフラフラどっか行って、ちゃんと地図見て行ったかな。はい、見えますかね。あそこはね、さっき言った鬼ヶ岳ですね。本当に10分かかんないぐらいの移動ですね。で、ここが、はい、まあちょっと、やっぱり向こうの方が視界が良かったな。鬼ヶ岳の方がね。そんな感じですけど。雪頭ヶ岳ね。こっち、雪頭と書いて雪頭ヶ岳ね。はい。登頂しました。あー、疲れた。さあ、あとここをね、粛々と2時間弱かけて降りていけば、駐車場のとこですね。まで降りていく感じとなってございます。いやー疲れた。汗かいたね。じゃあ行く？ああ。はい。ね、なんかいろんなね、実はその外回りで鍵掛け峠ってところからね、行くルートも行って、まあぐるっと回って降りてくるっていうルートもあって、まあ時間もね、そんな10分やそこらしかね、そっち行く？じゃあ、いいでしょ、もう。うん、10分やそこらしか変わんないんですけど、まあなんかね、こっちのルートもね、別に、悪い道はないと思うんで、そこでね、行ってみたいと思います。ね、サイコがね、見えるから、サイコを見下ろしつつね、行きましょう。ああ、これがサイコだね。もうでもだいぶ、真ん中ぐらいまで、そこはでもそもそも真ん中まで来てたもんね。いやー、いいわ。富士山のね、このね、雪頭ヶ岳のちょっと下ですね。富士山がね、めっちゃよく見える。ここは最高。最強最高ですね。素晴らしいわ。あれが山中湖だね、じゃあね。あれだね。素晴らしいです。はい、結構ね、舐めてはいないけどね。結構ね、もうあと降りるだけだなんて思ってたんですけど、まあまあなね、感じですよ、この。険しさ、こういうところをね降りていきます。よいしょ、どう行こうかね。まあセオリー通りだったらこのままロープをね掴んでグイーって降りていくのが正解ですね。よいしょ、怪我したくないしね。よいしょ、オッケーオッケー、いって、うわお約束いてー。はい、ちょっとね肘を打ちましたけど滑んな、やっぱり。痛い痛い痛い。あ、そしてここが滑る。ちょっと待って、ちょっと待って。これ加速したら非常に危険です。トレランの方気をつけてください。痛え。よかった、半袖じゃなくて。ちょっと強打しましたけど、まあ多分、ちょっとあざになるぐらいの転び方ですね。勢いはなかったんで。はい。行きましょう。雪頭ヶ岳からね、40分ぐらい降りてきたとこかな。だいぶね、上の方はもう、なんていうんですか、こうゴロゴロの岩の、いやほんとザレたね道だったんですけど、これは樹林帯ですね。まあちょっと斜面はねそこそこ急なんですけど、樹林帯入りましてね、日差しもね穏やかになりましたね。そんな感じでね、下の方は割とやっぱり登りやすい、降りやすい道がね
着いております。ここをねまた30分かそこら歩いたら登山口で、そっから、まあ、15分ぐらいで、駐車場というところでねございますので、まあ、大体ねもう下山の半分以上は来てるのかな。いやーまあこんくらいでいいですよね、休みの日ね、日曜日だったらね、京都的にはね、はい、まあいつもね土曜日登ってるんですけどね、あまりね今週ちょっとハードワークが続いてね、あの金曜日のね、家着くのがね本当に9時とかねなっちゃったんで、まあ、そのまま寝てまた2時とかに起きてね支度してるわけで、確実に事故るんじゃないかなというところで、金曜日の夜はねしっかり寝るという選択を取って、土曜日にね、しっかり1日休んで日曜日にね満を持して出るという形で、やっていきたいと思います。まあ実はね今日ね家帰ってちょっと仕事しなきゃいけないんですけどね、明日の分のね、まあそういうのもあるんですけど、まあそういうのもあるんでね、あんまりねゴリゴリのね長い山はねちょっときついなっていうのがまあありつつもね、まあ2時1時前ぐらいにねもう下山できるんで、まあ、これならね無理のないスケジュールかなと、思いますね。はい、というわけで、もうちょっとでね下山です。特にねこれは見どころというかないですね、特筆すべきことはないです。まああのとにかくこの山はね富士山が綺麗だというところで、まあ絶対に天気のいい日に登ってほしい山ですね。はい、それだけは間違いないと思います。じゃあどんどん降りていきましょう。はい、ほぼ登山口ですね、サボダムがあって、これがね見えるとまあほぼ、下山という完了という感じですね。だいぶまあそこから降りてきたんだと思いますけど、だいぶ降りてきましたね。はい、でちょっと見るとねこの付近にクマ出没注意必要なんてね、まあ今あのあれっすよね、山入ったらまあどこにでもクマいると思えって感じですよね、まあ、気をつけてね、まあ、気をつけてって言ってもだって鈴鳴らしたってあいつら来るんだからもう。はい、というわけでね、無事にね、人里のとこまで降りてきました。いやーね結構思ったよりは険しい山ですね。低山と思ってね舐めてかかるといけませんよ。ちゃんとね対策して、冬花が結構雪も乗ってるみたいなんで気をつけてね来てください。というわけでね、まあ、ずーっとね富士山が綺麗でね、天気のいい時にぜひ来てくださいという素晴らしいお山でしたね。こっから今見えないんですけどね、っていう感じですね。はい、というわけでね、ぜひ、このチャンネルね、私がね、登山と旅行と、レジャーと飲食ね、これをね楽しみつつ、レポートしていくチャンネルとなっております。皆さんのグッドボタン、チャンネル登録、大変励みになっております。ぜひね、ポチッと、押していただけますと、私も頑張り最高癒しの里。へえ、あ、なんか何入場料金とかあんの、なんかなんとか体験みたいなのができんじゃない、ほらなんか家がいっぱいある、ああそういうもので多分、ああ古代っぽい、古代ジュースがある。いやお土産だって、あ、なんかちょっとした道の駅みたいな、アイスはいいや。うわ、何が飲みますかっておかしいな日本語。腹は減ってないな。あ、皆さん混んでますね、異国情緒あふれますよ。いやすげえ、めっちゃ混んでる、数軒しかないけど、応答、うん、次が、いや今日はねおまけ編はちょっとシンプルですわ。でもちょっと寄り道あんましないんでこれで、いやいつの間にか缶ジュースが200円になってた、200円じゃない180円とかになってた。いや缶ジュースじゃねえか、ペットボトルが高え。はい、